活動かどんな味やろうなこれ食べたいな <noise> というわけで世界一使いにくい食券機もだいぶ慣れてきましたカートに追加注文するこのあと D ポイントとかいろいろあるんですけそれは省略です、まあ、後ろの人ねだいぶうんざりして待ってましたけどねで自分の順番はと見ると 九9 2万なんですけど、めっちゃ後ろの方ですね。なんか、えらい頼んでる人多いですね。この持ち帰りの人もね、結構いるんですよね。ソース焼きカツ丼、何盛り野菜セット、690円。楽しみですね。まあ、できた。取りに行きます。はい、できました。ソース焼きカツ丼、野菜セット、まあ。ちょっと白飛びしてますけど、まあ、全体こんな感じで。 まあ焼きカツ丼以外、まあ、卵はね、プルプルです。半熟でプルプル。焼きカツ丼っていうか、なんかこう、豚のポークピカタっていう感じですね。あのに、にんにく味もちょっとついてて、ほんまに。ポークピカタ丼みたいな感じです。卵はね、プルプルしていいですよね。楽しみですね。<laughs> まずは味噌汁を飲んで。 やっぱりちょっとね何もつけんとひとかじりなかなかねあのいいお味ですよあのカツ焼きカツやからもっとパリッとしててもいいような気もするけどまあグニャーっとしててねいやこれはこれであの楽しい味ですなんか有名レビューがなんか 残念すぎたとか書いてる人もいましたけどね。いや、俺、あの、590円でこの味やったらもう、めっちゃ頑張ってんちゃうかと思いますけど。はい、これ。とんかつソース。松の屋って書いてますけど。あのー、松屋って、松の屋っていうとんかつ屋もやってるんですよね。一回新橋の方行ったことありますけど。ね、ちょっとソースつけて食べていきます。 あの、あまりね、いきなりね、ソースダーって食べる前から回しがけるのはあまり好きじゃないんで、まあ、ちょっとずつつけて食べていきたいですねとかね、前、トンカツ食ってる時にそれ言ったらね、あの、そんなんもう、トンカツにはソースかける前にあえて、なんか、えらい怒られたことありますけど、まああの、個人の好みですから、そんな。はい。あ,あの、私はだんだん味付けていくのが好きですね。黄身を潰して食べていきます。 この松屋の卵はちょっと黄身がちょっと匂うというか、あと吉野家もね、ちょっとそんな感じですね。あの牛丼チェーンだとね、中尾とかね、すき家はまあ,まあそうでもないんですよね。で、あと、いつも言ってるゆで太郎も卵いい卵かなと思うんですけど、まああの、これあの、あくまで個人の感想です。 あでもこう卵をね、黄身まぶしてこう食べていったらね、こう楽しいですね本当にこう。あの、男性の好きな要素をこうすぐ織り込んでる感じですよね。ソースとかね、カツとかね、あの、半熟卵とかも,もういいですよね。丼にね、もう本当に楽しいなっていう感じです。で、ついに野菜じゃなくてソースをダーッとかけていきます。 こんなんでも毎週毎週企画会議とかあっても大変なんでしょうねこれねもう月曜夜も一人アイデア3つ,つ持ってこいとかねなってもうどないでしょうもう会社行くんや,やわとかなってる人もまあ中にはおるやろなと思ってでまあただ焼きカツ丼って表のポスターとはやっぱりちょっとちょっと違う感じですよね 焼きカツ丼やからもうちょっとバリってしてても良さそうな感じですけど。これあの、ふにゃっとしてます。ほんまにピカタみたいな感じで。まあでもね、これはこれでね、すごい楽しい、美味しい感じでだったですよ。期間中、売ってる期間中もう一回か二回ぐらい食べてもええなと思いました。で、どんどん食べていきます。 食べてみますなんか体揺れてますけど別にあの美味しくてノリノリっていうわけじゃなくてなんかしらけど体が揺れてるだけですソース全部かけました。 で、まあ、野菜もね、好きなんですよね。あの、昔ね、子供の時ね、おかんがね、毎日毎日、すごい、キャベツの千切り出してくれててね、どんぐりいっぱい、なんかキャベツ食ってたような記憶があるんですけど、まあ、ほぼ毎日どんぐりいっぱいキャベツ食ってたような気がする。あれ、何やったろなキャベツ安かったんかなキャベツでごまかしてたんやろか。まあ、でもな、そんなんもあって、未だに野菜食うって言ったらもう、うわで、山盛り食わない。なんか気持ち悪い感じですね。 もうだいぶ食べ終わりですでこれね本当にね白飛びするんでねこれ時々画面触ってるのはちょっとあの明るさ調節のためですねでもうほとんど食べ終わり野菜も食べ終わりあなかなか美味しかったですよこれは味噌汁も飲んで このね、松屋の味噌汁も結構好きなんですよね水グーって飲みますなんか喉乾渇いてたんでほんでまた飲みますいや美味しかったですごちそうさまでしたで今日食べたんはソース焼きカツ丼並盛りが590円野菜付きで690円 なかなか楽しいお味でした。590円でこんだけの味だったらほんま頑張ってるでしょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。